色とりどりの可愛らしいデザインが魅力的なこちらの器、見ているだけでほっこりするような気持ちになれるおやつの器です。会場には全国各地の作家16人が制作したおやつの器300点が集まりました。こちらのマグカップは取っ手がタコになっていて、ユニークなイラストが描かれています。こちらは木のスプーン、けん玉やタケノコなど食卓をにぎやかにしてくれるようなユニークな作品です。他にも鳥や植物が描かれた優しい色合いの器など、作家の思いが詰まった一点物ばかりです。見ていて楽しいおやつの器の展覧会は丸亀市の楓で来月14日まで開かれています。また来月9日からは器の通信販売も行うということです。